吉田さん、人生を振り返った時に多くの人がね、自分の収入源のことを語り出すんじゃないかなと思うんですよ。まあ収入源といって違和感があるなら仕事と言ってもいいでしょう。多分その仕事に自分の人生のなんか誇りとかね、生きがいとかね、やってきた達成感とかを詰め込んで、人生の最後にいや俺こんな仕事やってきたんだよねみたいな感じで語るんじゃないかなと思います。もちろんそれは一重にはね、素晴らしいことだと思いますし、大切なことだと思うんですよ、うん、でも本当に大事な仕事をやってきたっていう意識があるならいいけども、収入源として割り切っている、もしくはその仕事による収入が自分の人生をね、十分に実らせてくれたならいいけども、その仕事についたばっかりに自分の人生が十分果たせなかったっていうふうな後悔とともに人生を終えていく人も多いんじゃないかなと思うんですよ。世のため人のためになったんだろうか、なったとして自分のためにはなったんだろうか、そんなことをやってる暇は本当にあったんだろうかとかね、さまざまな葛藤があるんじゃないですか。で、私思うにね、昔堀江貴文さんだったかどうか分かんないですけども、十分にお金があるがこそ本当に自分のやりたいことが見えるっていうふうに聞いたような気がするんですよ。それ非常に納得で、十分にお金がないから仕事に束縛されたり、転職を考えたり、宝くじがどうとか人のお金が気になったりとかあるのかなと思うんですよね。自分に十分なお金があって、それこそ自分が思ってる以上にはもう使えないよというぐらいにあればね、多分自分と他者を比べて卑屈になることも横柄になることもないのかな。そして純粋な気持ちでギャラとかじゃないんだと、それがやってみたいんだっていう仕事に出会えるんじゃないかなと思うんですけども、いかがなんですかね。今やってる仕事はノーギャラでもやりたいぐらいのそんな仕事ですか、それとも金をもらえるんだったらやろうかなっていう仕事ですか。どうなんでしょうかね。いってらっしゃい。